祝星は、HBO のファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第2章、王国の激突の第2話である。プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと DB ・ワイスによって、原作、大狼たちの戦記に基づいて脚本が書かれ、アラン・テイラーが監督した。前話で始まった、ストーリーラインが続く。壁に向かう、メイオルのモーリトの一行は、ジェンドリーを探す二人の、 ーのののによって止められ、商標議会は、冬の王ロブスタークの提案する条件を受け取り、デナーリス・ターガリエンは送り出した三人の石膏を砂漠で待ち、シオングレイ・ジョイは故郷の鉄諸島に戻る。ティリオンが自室に戻ると愛人のシェイとバリスが話をしている。ティリオンとバリスは穏やかに相手を脅迫し合う。バリスはティリオンの父の命に背いてシェイがここにいることを 暴露することができるといい、ティリオンはお返しにバリスを殺すという。商標議会で摂政対合、サーセイはロブスタークからの講和条件を読み上げて破り捨て、次にメイオルの森と総水寺王モーモントからの増員を求め、死から蘇った亡者に遭遇したことを警告する手紙を読み上げる。だが、ティリオン以外の商標議会はモーモントの手紙を真剣に受け取らない。 後に、ティリオンは、王都の森との総帥ジャノススリントと食事をし、ロバート王の落とし子が殺されたことを話し合う。ジャノスが誰の命令だったのかを口にしなかったとき、ティリオンは、ジャノスを逮捕させて、壁に追放とし、代わりにブロンをその地位につける。後にサーセイが、この追放処分を責めたとき、ティリオンは、赤子殺しの対抗として民に死を望まれながら統治、するのは難しいだろうというが、 命令を出したのが、サーセーではなく、ジョフリーであったことを知る。ダボスシーワースと息子のマットスは、ダボスの旧友の海賊サラドールサーンを説得して、味方につけ、持ち船を陣営に加える。お返しにキングズランディングを略奪することを許すが、サーンの二つ目の望みである、サーセー対合を約束することはできない。ダボスとサーンは、マットスが、 光の王を熱く信仰することを苦々しく思う。後に、ダボスは、サーンが三十隻の船を連れて、味方になると、スタニス、バラシオンとメリサンドルに報告する。メリサンドルは、スタニスを誘惑し、身を光の王に捧げるならば、息子を授けると約束する。シオングレイジョイは、故郷鉄諸島に帰るが、出迎えのないことに不満を覚える。見知らぬ若い女性に出迎えられ、 馬に相乗りして、パイク城に向かいながら、女性を誘惑しようとする。城に着くが、父親ベーロングレイジョイに冷たい出迎えを受ける。ベーロンを鉄諸島の王にするというロブからの提案を、見せるが、ベーロンは拒否し、スターク家の気風に染まったシオンを侮辱する。シオンを出迎えた女性の正体は、シオンの姉やアラであり、鉄諸島の艦隊の指揮官であるとベーロンは言う。 送り出した三人の石膏のうち一人の馬が、デナーリス・ターガリエンの元に戻るが、クラブには、石膏の首が入れられている。部族を、女が率いるのを好まない他のカールからのメッセージで、あると、ジョラー・モーモンとは言う。デナーリスは仮装の用意をさせ、復讐を誓う。王の許可状を持った二人の、王とのモーリットが、ジェンドリーを探して、旅の一行の元に来る。 だがヨーレンが剣で脅して追い払う。ジェンドリーは、アリアと自分が探される理由を話し合った後、アリアが女であることを知っていると漏らす。父が処刑される数週間前に、ジェンドリーに会ったことを知り、アリアは自分の正体をジェンドリーに明かす。サムウェルターリーは、ジョンのダイアウルフのゴーストから、クラスターの娘で妻のジリを助ける。サムは、ジョンスノーに、 ジリを連れ出したいと頼むが、クラスターの家族には関われないとジョンは断る。身ごもっているジリはなぜ出て行きたいのか話そうとしないが、クラスターの息子がどうなるのか、ジョンは疑い始める。ジョンはその夜遅く、クラスターが生まれたばかりの赤子を森に連れて行くのを見る。後をつけるが、クラスターが一人で戻ってくるのを見る。氷の割れる音を聞き、赤子を助けようと急ぎ、 ホワイトウォーカーが赤子を手に入れるところを見る。追いかけようとするジョンの頭をクラスターが殴り、ジョンは気を失う。原作、第2部、王、狼たちの戦記の、第6、9、10、12、13、16、20、21、24、そして25章に基づいて、プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと D.B. ワイスが、脚本を書いた。 原作との主な際は、王との森との新揮官、ジャスリン・バイウォーターが消えて、ブロンがこの役割を兼ねることである。また、シオンを鉄諸島で出迎えるおじ、エーロン・グレイ・ジョイも登場しない。原作では、示唆されているだけのシーンが追加されている。クラスターが赤子をホワイトウォーカーに届けるシーン、スタニスとメリサンドルの成功のシーンである。 原作では、シオングレイジョイの姉はアシャであるが、野人のオシャとの混同を避けるために、ヤーラと解明されている。原作では、サラド・オルサーンは白い肌と金髪だとされているが、タンザニア系のイギリス人黒人俳優のルシアン、アムサー・マッティが演じている。鉄諸島のパイク城が撮影された北アイルランドの港鉄諸島のパイク城が、初めて登場するが、北アイルランドの港で撮影されている。 1> 第1話に続いて視聴者数は高く推移し、初回放送は380万人に視聴された。第2話の視聴者数が発表された直後に、HBO は第3シーズンの制作を発表した。ヒバード、ジェームズ、ゲームオブスローンズ、マットメン、キリング、レーティングスリメインステディ、エンターテイメントウィークリー、2012年5月9日、閲覧。ヒバード、 ジェームズゲームオブスローンズリニュードフォーサードシーズンエンターテイメントウィークリー2012年5月10日閲覧ありがとうございます